こんにちは。お越しくださりありがとうございます。本日は初めてでしょうか？そうですね、お味がいろいろございまして、お味というか、どこに対して効くかっていうものですね。腕とか足とか、首とか、そういうもの、お腹とかっていうものがあるんですけれども、皆さんね、全身の部位、くまなく買っていくっていう方がね、ほとんどで、私もね、そちらをおすすめしておりますが、はいはい、じゃあ全身でね、はい、かしこまりました。このお店はどういうふうに知られましたか？たまたま寄りかかったと。はいはいはい。まあ、今暑いですもんね。今暑いと、もう冷たいものをね、口にしたくなりますよね。そうですね、全く新しい、普通だとかき氷っていうのは、シャリシャリにすると思うんですけれども、うちではですね、もうそのままの氷をですね、召し上がっていただくっていうね、形になってます。それぞれね、効果がございます。効果があると言ってもそうですね、パワーストーン、お守りみたいな感じで捉えていただければね、いいかなとね、思いますよ。これでね、ちょうどいい大きさにしているっていう感じですね。はい。お一つね、食べてみてください。はい、まあ溶けますんでね、次のね、ものを作っていきます。こちらはちなみに、足に効くものですね。味見しました。私もね、このね、氷が好きなんでね、いつもね、ちょっと味見と称してね、ちょっと食べちゃうんですが、結構ね、人気ですよ。はい。足の氷を食べると、もう浮くような気持ちになるっていう感じ、わかりますね。浮くようなね、感じがね、すると思いますけれども、それがね、ちょっと癖になるっていうね、方もね、結構いらっしゃいます。
ちらは、腕とか、ね、あの手全体、腕手とかね、そんな感じのところに効くものですね。まるでね、あの関節がすべて外れるかのようなね、あの気持ちになるっていうことでね、こちらもこう結構あの癖になる方はね、続出って感じで、どうぞね、あの食べてみてくださいね。はい、私も食べますね。食べ過ぎない方がいいです。あのちょっとずつね、今からねあと3つ作っていきますんで、ちょっとずつねあの味わってもらえればなっていうふうにね思います。はい、どうですか、関節が外れるような気持ち感覚になりますよね。ね、あのそれがね、あのなんとも新鮮だなっていうことでね、結構ね頼まれる方もね多いです。こちらはですね、お腹に効くものですね。まるでね、もう腸が出てきてしまうような、感覚に陥るっていう感じですね。こちらも、今日開放感を感じられて、癖になってる方がね、結構いらっしゃいます。はい。どうぞお一つね、召し上がっていただいて、あ、そうですよね。もうちょっと腸が動いてきて、まるでもうすぐ出てくるかのような気持ちになりますよね。あまりね、そちらはあまり食べない方がいいですね。ちょっとずつの方がいいので、そちらはね、一つ程度の方が、美味しく味わえると思いますね。みんなね、
開放感を求めているというか、こういつもね、こう体がこうギュッとしていると、ストレスを感じてしまったりするので、体を解放というかね、そういうののお手伝いっていう感じでもありますね。これを食べて少しでもね、一時的に体のもね、すべてを解放してもらって、またね、きっと元に戻ると思いますんで、大丈夫ですよ。はい。お客様、死因は何なんですか？どのように亡くなられたってかっていうことですね。様子を見るにまだ死なれてから、ね、ちょっとも経ってないっていう感じが見受けられますけれども。もしかして生きてらっしゃるっていうことですかね。あー、なるほど。あー、そうなんですね。それだとちょっとまずいですね。亡くなられた方への対象として、こちらのね、氷やってますんで、生身のね、生きてらっしゃる方がね、こちらを食べられると、もう本当にそのままになってきますね。大丈夫ですか？関節がそろそろ外れてるんじゃないでしょうか。まあ痛いですよね。痛いですけれども、まあこれを機に死んでいただいて、これからもね、リピートでね、こちらに来ていただけるとね、計5回来ていただけると割引がありますんで、またね、お立ち寄っていただけるとね、いいです。生身の人間だとね、痛いだけでしかないんですけれども、はい、私どものね、もう亡くなった状態になると、もう本当に、なんて言うんですかね、解放されたような気持ちになりますんで、ぜひね、今から死ぬと思いますが、死んでからもね、来ていただければなと、死んでからが本番ということでね、来ていただければなというふうに思います。はい。でね、今引き続きもう作っているんですが、首に効くものですね。こう首にこうグッとしたね、刺激を与えて、全てのね、神経を麻痺させるというものですね。はい。これもね、結構ね、おすすめです。やっぱりね、普段ね、ね、疲れているこう全ての体を使って疲れていると思うんですが、このね、強制的に動けなくすることによって、もう全然違いますよ。はい。もう休んでいいんだっていうね、気持ちにね、一時的にさせてくれるっていうものですね。はい。こちらもね、お一つどうぞ。あまりね、食べてもいいんですけれども、二口目からはね、あまり効果が感じられないと思うので、一つぐらいでいいと思いますよ。はい。じゃあね、最後ね、作っていきますね。大丈夫ですか？大丈夫ですか？まあね、もうすぐしたらね、もう亡くなられてる。もう亡くなられてるかもしれないですね。もう一回ね、氷を一通り食べてみてください。やっぱりね、生身の時とね、生きている時と全然違うと思うので、ぜひね、食べてみてください。私も食べますね。
らはですね、脳に直接効くっていうものですね。これを食べると一時的にですね、なんていうか眠っている状態、私たちでもね眠るということはあるので、私たちの中でもこう強制的に眠っている状態、っていう本当にね疲れがね取れるので、これを食べる際には奥のねベッドで寝てもらうことになりますんで、どうされますかね。今日は寝ていかれますか。あ、またの機会にしておきます。わかりました。ではねこちらは置いておきますが、またね本当に疲れたとかね、そういう時がございましたらこちらに来ていただいて、召し上がっていただければな、とこちらでね休んでいただければなというふうに思います。はい、どうですか、他のものはもう大丈夫ですかね。持って帰ります。あ、いいですか。わかりました。じゃあお預かりしますね。はい、ではね、最後ね、おすすめなんですが、全部詰め合わせのね、こちらを飲んでいただければなというふうに思います。ね、ものは試しですので、ちょっと召し上がっていただいて、はい。はい、どうぞ。はい、ぐっとね、すべて飲んでいただいて、はい。じゃあね、もうね5秒後ぐらいに効果が現れると思うので、